はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ユーロです。さあ、予告通りですね、今日から1月27日午前10時、つまり28日の、深夜3時までかな、はい、旧正月セールが始まりました。やったね。皆さんもあのウィンターセールで、あ、終わってしまったのか、あれ買えばよかったなって後悔されてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。そういう場合は旧正月セールでそういうゲームが安くなってないかなということを確認する良い機会でもありますよね。はい、早速中身を見てみましょう。旧正月セールということで、なんかね、4日間、1月25、26、27とその開催されている期間中、毎日ギフトを受け取ることができるんですね。で、物語を読むっていうことにすると、ここがなんで日本語になってないねっていう感じですけども、なんか物語を受け取ることができて、今日だったら100枚の、トークンを受け取ることができるということですね。で、おそらくこの、物語が、読み進むにつれて、最後物語として完結して、それぞれギフトを受け取ることができるというのが、あのささやかな旧正月セールのイベントになってます。で、今日のおすすめ商品ということで、毎日ねピックアップして、結構ビッグタイトルのゲームとかが安くなってますね。フォールオーダーとかがもう 20% の6800円で来ていたり、まあ自分はもう速攻買ったんですけど、ハントショーダウンも、今回 30% の3149円と、はい、最安値が来ていたりとかしますよね。ダークソウル3もね、セールされるのかなと思いきや、はい、されてなかったりね。ここに載せられているのが必ずしもセール作品ではないんかいっていう、なんかオチもあったりとかしますが、はい。で、皇帝によるあなたへのおすすめということで、これはあれですね、レコメンダーツールですね。あ、インタラクティブレコメンダーですね、失礼しました。で、ここで、人気優先とかでこう、バーをこうニッチマニアックなものから人気のあるものまでスライドさせて、そして日付も、はい、過去5年過去3年とかこうスライドさせることによって、はい、自分のプレイ時間、自分がプレイしてきたゲームに合ったものが、まあ、選ばれるということになってるんですね。はい、その皇帝さんが勧める、まあ、これ皇帝らしいんですけど、あなたへのおすすめということで、その上位作品がラインナップされているという感じですね。そしてウィッシュリストに入っているものの中からの、セールが出ていたりとか、すでに持っているもののダウンロードコンテンツもこれだけセールされているので、この機会に買ってみてはいかがですか的な感じがあったり、そして、その他のおすすめということで、他に、何か作品セールされているものがあるかどうかっていうことをチェックするのに役立つと。ね、ヘルブレードなんかも 66% オフが来ていたりね。はい。ハンターも 51% オフということで、かなり安くなってますね。で、売上トップのものの中には、まあ、セール作品だけではないんですが、もちろん。はい。こんな感じずらっとラインナップされてますね。今回ね、なんか信長の野望の過去作、まあ、出てるんですけど、スチームでも。それがね、50% を 60% オフと結構安くなってるのも特徴なんですよね。まあ、そのあたりはね、今日、週刊スチーム通信があるので、18時半からの、その動画内で言おうかなと思ってますが、はい、パブリッシャー別にまた見ていこうかなと思っています。はい。とりあえずこんな感じですかね。で、さっき言ったそのトークンをもらうとですね、ウィンターセールと同じように、はい、まず5000トークン貯めると550円引きのクーポンがありますね。まあ、これをとりあえず目指すために、まあ、5000円購入して、イベントなんかに参加すれば多分クーポンはもらえるんじゃないかなと思います。スチームウォレットのクレジット追加やスチームウォレットクレジット以外の方法を使用した購入でもトークンがもらえると。で、110円使うごとにトークンが101枚もらえると。まあ普通にいくつかのゲームを買っていれば、まあ、550円クーポンを買えるだけのトークンがたまるかなっていう感じはします。そして今回、トークンで買える新しいものとして、動くミニプロフィール背景ということで、なんかここにね、カーソルを合わせると動く背景が
いられるということで、これも新しいんですよね。で、いつもというか最近 Steam が推している Steam チャット の動く、ステッカーですね、動くチャットステッカーっていうのもなんか新しくラインナップされたりとかして、でチャットルーム効果ということでなんか花火が打ち上がったりとかするものもありますし、割と最近 Steam は動かすっていうことをテーマにいろんなアバターとかね、アイコンをやってますよね。まあここが多分動くということになるんでしょうね、動く壁紙ということなので、まあ、新しくゲットされるといいんじゃないかなと思います。でもちろん、従来からあるプロフィール背景絵文字、旧正月セールバッジですね、これも、はい、1000ごとにこう購入するという形で、最終的にだから1万枚、買うと最終的なバッジが手に入るということで、まあ、レベル1レベルにつき250プロフィール経験値を獲得できるので、まあ、レベルを上げるのにも役立つかなと。まあ、初めての Steam でね、Steam をレベル上げの上げ方と、そのレベル上げたらどういうメリットがあるのかってことも説明していますので、レベルが気になる方は、初めての Steam 見ていただければ嬉しいですが、とりあえずこんな感じですかね。はい。で、ちょっとその中からおすすめのゲームを紹介していきたいと思うんですが、はい、ね、結構和ゲーが今回安くなっていて、まあ、二の国2なんかは 70% の2640円で結構安いですし、旧正月セールということで中華系のゲームですね、これはブラッディースペルというこのチャンネルの生放送でもプレイした、まあ、死にゲーに属するソウルライクなゲームですけど、アクションゲームですけど 3D の、はい、これも、60% の、ね、820円ということで安くなってるんですよね。まあ、これはねキャラも、Steam ワークショップに対応していて、モッドでキャラを自由に変えることができますね。自分はねセラファロンにしてプレイしましたけど、他にもこうワークショップに、あるモッドで、自分の主人公の見た目を変えることができるという感じですね。はい、おすすめです。ダークソウル系好きな方におすすめしたいです。はい、そしてデッドバイが、今回無料プレイ来てますし、まあ、60% の792円で来てますし、でね、なんといっても今回は、はい、すごいみんなこれ紹介するのかという感じだと思います。もうみんなよく分かっておられると思いますが、はい、逆転裁判なるほどコレクションセレクションかをぜひおすすめしたいと思います。いやー、これは本当面白いですね。まあ、自分もまだ20時間ぐらいしかプレイしてないんですけど、今蘇る逆転が終わるぐらいのところなんですけどね、まだ 2,3 とやってないんですけど、1はクリアしました。で、今1と2の間のその蘇る逆転っていう特別編みたいな感じの、1話完結のものをやってるんですけど、まあ面白いですね。こういう推理アドベンチャーゲーム、例えば弾丸論破もそうですし、まあ、他のゲームですね、まあ、ゼロエスケープであるとかもそうなんですけど、こう入り口がすごくほんの些細なことから始まって、それがだんだん調査を進めていくうちにすごい広がっていく、で自分が考えの及ばないところに最後連れてってもらった時にすごくこう満足感が生まれるわけじゃないですか。このね、逆転裁判も最初は些細なところからのその証人とのやり取りで論破していくところから始まるんですけど、やがてねそれがこうそのきっかけで新たなその過去の事件が掘り起こされたりとか、掘り起こされることで真相が明らかになったりとかね、かなり遊びごたえありますね。この見た目にちょっと騙されて、なんかちょっと幼稚な感じなのかなと、全然プレイしてしたことない人だったら思うのかもしれませんが、ちょっとねキャラの、キャラ設定とか強めなんですけど、ちょっとノリが最初ついていけないかもしれないんですが、まあ、内容はかなり濃いのでぜひやっていただきたいなと思います。まあ、弾丸論破をやって面白いなと感じている人は、やってほしいですし、で逆に逆転裁判をやってこれ面白かったら弾丸論破とかも、面白いと思いますし、はい、また違った味のある推理アドベンチャーゲームじゃないかなと思うんで、はい、今回 34% オフの2218円で買えるので、ぜひ、購入していただければなと思います。
はい、こんな感じで、はい、繰り返しになりますが、旧正月セール、今から1月28日の深夜3時、まあ、実質27日が最後なんですけど、旧正月セール、がやってますので、ぜひ皆さんも覗いてみてください。で、なんか今回購入するゲームがあるっていう方、そしてこれユーロさんおすすめですよとか、みんなに勧めたいゲームがあったら、またここのコメント欄をにね、あの書き加えていただければ嬉しいです。では取り急ぎ、いつも撮っているようにファーストインプレッション動画でした。また、今日の夜の週刊新聞通信も見ていただければ嬉しいです。ユーロでした。バイバイ。